クリストフ・ビリバルト・グルックは、現在のドイツに生まれ、現在のオーストリアとフランスで活躍したオペラの作曲家。現在では、オルフェオとエウリディーチェを代表とするいくつかのオペラが、上演されるに過ぎないが、西洋音楽史上では、オペラの改革者として、なお残している。他に、バレエ音楽や器楽曲も手掛けた。ドイツ語オペラは書いていないが、 クロップストックの死などに曲をつけたドイツ語作品は存在する。バイエルン・オーバープファルツのエーラスバッハ出身。父親はボヘミア系の貴族、ロップコビツ家に仕える林務官だった。少年時代についてはあまりよくわかっていないが、父親についてボヘミア各地を転々としていたらしい。18歳の時、プラハ大学で音楽と哲学を学んだ。 おそらく代々仕えてきたボヘミアのロップコビッツ家の支援を受け、20歳の頃にウィーンのロップコビッツ家の邸宅で働くようになった。ここであったミラノのメルチ公爵に雇われてミラノへ行き、ここでサンマルティーニに学んだと言われ、実際に影響を受けたようである。1741年にミラノでメタスタージオ台本による最初のオペラアルタセルセを上演し、 以後の5年間に少なくとも8つのオペラを上演している。この時期の作品はかなり保守的なイタリア語のオペラセリアであった。1745年にはミドルセックス教に呼ばれてロンドンを訪れジャコバイトの乱に立ち向かうイギリス軍を鼓舞する作品。巨人の没落を1746年1月7日にヘイマーケット劇場で上演しているが、イギリスではあまり成功しなかった。 1747年には、バイエルンとザクセンの両戦抵抗家の結婚を祝う、オペラセレナーで、ヘラクレスとヘベの結婚を作曲し、ドレスデンで初演した。翌1748年には、ウィーンで、マリア・テレジアの誕生日とアーヘンの和訳の成立を祝うために、オペラ、セミラーミデをブルク劇場で上演し、大成功した。この作品は、メタスタージオの台本で、 過去にレオナルド・ヴィンチ、ヨハン・アドルフ・ハッセラによって作曲されたことがあったが、それらとは大きく異なるグルックの音楽を、メタスタジオは非常に野蛮で耐えがたい音楽と表し、拒絶反応を示したという。その後1749年から1752年にかけてコッペンハーゲン、プラハ、ナポリなどを広く旅して、各地でオーペラを上演したが、 その間1750年に裕福なウィーンの銀行家の娘と結婚して経済的に自立したグルックはエゴウィーンに定住した。当時ウィーンの宮廷劇場の監督であったジャコモ・ドゥラッツォは1764年に監督を解任されるまでの間にグルックと協力して新作のオペラを上演していった。この時代に グルックの最も代表的なイタリア語の改革オペラが書かれた。当時のプルク劇場はまたフランスオペラ座も用していたが、ドゥラッツォはパリの有名な脚本作家ファバールラと付き合いがあり、彼らを通じてパリのオペラコミック作品のセリフ部分を受け取り、音楽をグルックやシュタルツァーに作曲させた。特に7年戦争中は予算の関係でイタリアオペラは滅多に上演できず、 この時期にグルックはフランスのオペラコミックに集中した。1756年にローマ教皇ベネディクトゥス14世により黄金白社勲章を授与され、これ以降は騎士、グルックの称号を用いた。1761年以降、グルックは台本作家のラニエリ・デカルザビージと協力し、最も有名なバレエ音楽、ドンジュアンと代表作のオペラ、 オルフェオとエウリティーチェを作曲した。これらはいずれも様式上の変化を表しており、その頂点はやはりカルツァビージのリブレットによるオペラ、アルチェステにおいて全面的に示される。この作品ではオペラの新しい様式についてのグルックの考え方が表面上に展開されている。出演するスター歌手よりも作品が重視され、レチタティーボは石膏を取り除いて、 すべて劇的に構成されたレチタティーボアコンパニアートにして演技に割り込まないようにするというのがグルックの考えであった。それがオペラ改革につながった。その結果生じたより流霊で劇的な作曲様式はリハルト・アーグナーの楽劇の先駆とみなされている。しかしグルックのオペラ改革は作曲者の生前は議論の的であった。 ザイウィーンのフランス大使であったデュルーレはグルックをパリに招くことを企画し、自らラシーヌの悲劇をカルザビージの協力の下でリブレット化した。グルックは1773年にパリに到着し、1774年4月19日にオーリードのイフィジェニーが8月2日には改訂されたオルフェオとエウリティーチェが上演されて大成功したが、 評論家の意見は評価をめぐって二分した。一方はグルックの信用式を褒めそうやし、もう一方はグルックを足ざまにのしり、より伝統的なニコロピッチンニのオペラを支持した。これはかつての部本論争の形を変えた再年でもあった。二人の作曲家同士が論争に巻き込まれることはなかったものの、グルックが依頼されて作曲中のオペラ、ドランの台本に、 ピッチンにも作曲するよう依頼されたことを知ると、グルックは怒って自分の原稿を廃棄した。グルックは、ついでアルチェステをパリ公演用に改訂し、新たにアルミードを作曲した。1776年4月22日のアルチェステパリ初演では聴衆に理解されず、理解されるまで何度も再演する必要があった。アルミードは、 翌1777年9月23日に、トーリードのイフィジェニーは1779年5月18日に、初演され、特に後者で大成功した。グルックはさらに、エコーとナルシスを1779年9月24日に、初演したが、これは聴衆に理解されず、健康を害したグルックはこれを最後に、ウィーンに戻った。 その後のグルックは小規模な作品の作曲を続けたが、ほとんど引退したも同然だった。1787年にウィーンで他界し、ウィーン中央墓地に埋葬されている。35曲ほどの完成されたオペラと、いくつかのバレエ音楽と、気楽曲がある。ベルリオーズは、グルックの浸水者であり、重要な影響を受けている。 グルックの作品番号としては、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハの場合と同様に20世紀、はじめのアルフレッド・ボトケンヌによる、ボトケンヌ番号が使われる。ありがとうございます。